5秒前です。4、3、2、1。しのの自分を高めるブックセラピー。時刻は午後2時を回りました。しのの自分を高めるブックセラピーの時間です。毎週水曜日この時間帯を担当するしのです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組では私の好きな本や日々の生活の中から心に響いたメッセージや体験談、感動したこと、おすすめしたいものなどについてお伝えしたいと思います。この番組を通して、私自身も含め、聞いている皆さん一人一人が自分自身を高め、自分らしく輝いていけるように応援できたらいいなと思います。どうぞ本日も最後までお付き合いください。では早速最近私が感銘を受けた本の中からメッセージを紹介したいと思います。本日最後の、本の紹介ですね。20代で始める大好きなことの見つけ方、本田健さんの本は今日で、終了したいと思います。では早速、メッセージを、ご紹介していきたいと思います。お金の制限がなかったら。多くの人がお金の制限を感じながら生きています。例えば、1ヶ月くらい海外に行ってみたいなと思っても、でもいくらかかるのだろうと心配になってしまい、なかなか実現できません。あるいは何か新しいことを勉強したいので大学院に戻りたい。でも2年間の生活費がどれくらいかかるかというと、と考えて躊躇してしまう。自分のアトリエを持ちたい。自分の音楽スタジオを持ちたい。自分の書斎を持ちたい。このようなことを考えても、お金のことを考えると、なかなか実際にやることは難しいのではないでしょうか。お小遣いを超えた金額のことは最初から考えないという人もいるでしょう。つまりお金の制限が大好きなことを抑えていることがあるのです。そんな中、3億円あったらやりたいことは？と聞かれると、お金の制限から解き放たれるのではないでしょうか。例えば、自分が大好きな本をずらっと並べる書斎が欲しいという人もいるでしょう。海外旅行に行きたいという人や、広い庭が欲しいという人もいるかもしれません。男性なら車を何台も持ちたいし、車などをいじるワークルームやガレージが欲しいという人もいるはずです。女性なら洋服をいっぱい持ちたいという人や、ウォークインクローゼットが欲しいという人もいるでしょう。要はどういうものを欲しいと思うかです。例えば、パソコンをずっといじっていられる書斎が欲しいと答えた人は、やはりそういうことが大好きなのでしょう。一度お金という制限を取り払ってみると、自分の本当に大好きなことが見えてくると思います。はい、早速ツイッターの方にメッセージをくださってますね。ブルガリ3000さん、お金があればフェラーリに乗りたい。いやー、もうこれすごい好きなんですね、フェラーリがね。実現できると思いますので、実現できるように行動して、ね、見てみてくださいね。はい、今日もありがとうございます。では続いていきます。時間に制限があったら。あなたは残された寿命が3年しかないと分かったら何をやりますか？残された寿命を設定するとき、1週間しかなかったとしたら、ということをよく聞きます。でも1週間しかなかったら、不摂生して飲みまくるといった刹那的なことになりかねないので、3年ぐらいあった方がいいと思います。
1週間だと自暴自棄な生活をする人もいるかもしれませんが、3年あれば本当にやりたかったことをやると思うのです。映画を作りたいという人もいるでしょう。本を書きたい人も、 CD を作りたい人もいるでしょう。世界中を回ってみたいという人もいるはずです。3年あったら何をやりたいか、この観点で考えてみると刹那的ではない本当にやりたいことが見えてきます。3年あればゼロから何かを学んでみる時間もあります。ずっとやりたかった楽器に取り組んだり、何かを研究したり、ビジネスをスタートさせることだってできます。自分のお店を持ちたかった人はそれをやる時間もたっぷりあります。3年あれば大抵のことは可能です。世界一周でも、映画を撮るのでも、建物を建てることだってできます。要はあなたが3年もかけてやりたいことが見つかるかどうかです。もし直感的に何々をやりたいということが意識に上がってきたら締めたものです。それがまさしくあなたのやりたかったこと、ライフワークである可能性があります。そういう視点から3年をどう使うのか自由に考えてみましょう。自分の人生の有限性を実感すると忘れていた大切なことが見えてきます。そうですね、お金と時間に制限があったら何をやりたいかっていうことも、自分の好きなことを見つける、きっかけに、ね、なると思いますね。私だったら、お金と時間に制限があったら、そうです、お金に制限がなくて時間に制限がなかったらと考えた場合は、旅行をしたり、あとは家族との時間を楽しんだり、新しい友達とか新しい何かに挑戦してみたいって思いますね。はい。で、私にとってはいろんなアルバイトとかも本当に今までやったことのないものなどにトライしてきたっていうのがありまして、なんかもんじゃ焼きのアルバイトもやってみたりとか、あとケーキ屋さんとかもやってみたこともありますし、あとライター、トラベルライターとかもありますし、で、こういったことをとにかくなんか、あ、やってみたいって思ったものをどん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 やっていくと、あ、何が自分がにとって得意で不得意かっていうのも実際体験として分かってくるので、それ自体が私にとっては面白いかなって思います。はい。ですので、それをヒントに皆さんもぜひ実践してみてください。ブルガリ3000さん、ツイートしてますね。3年しか生きられないなら好きなタバコを吸いまくりたい。あ、好きなんですね、タバコをね。なんかね、体に悪いっては言われてますけど、もしかしたらそうじゃないのかもしれないですけど、もし好きならね、ぜひぜひタバコを吸ってみてください。あんまり勧めたくないですけどね。でも本当に幸せであればいいんじゃないでしょうか。はい。では、続いていきます。恐れ、不安のエネルギーをワクワクに変えるには、これ面白いメッセージなので、ぜひ紹介したいと思います。一見、水と油のように相入れない2つが、実は親戚のように近しいということがあります。恐れとワクワクという2つもそれに当たるかもしれません。感情は一種のエネルギーですが、恐れのエネルギーというのはワクワクのエネルギーと似ているのです。恐れ、不安のエネルギーというのは突き詰めると、これができなかったらどうしようというエネルギーです。実はこのエネルギーを反転させると、でも、もしできちゃったらすごくワクワクするというエネルギーに瞬時に変わるのです。その証拠に、ジェットコースターで登っていくときには、キャー、止めて、怖いと感じると思いますが、30秒後、落ちていくときにはみんな興奮します。その落差がたまらなくて何度も乗る人がいるわけです。このメカニズムは大好きなことにもそのまま当てはまります。例えば、作家になりたいのになれなかったらどうしようという不安があるとしましょう。
でもこの不安はその先で、でも売れちゃったらどうしようというワクワクとつながっていたりするものです。ですから不安に苛まれているときは、その不安を打ち消そうとするのではなく、そのちょっと先を考えてみればいいのです。ベストセラー作家になったらめちゃくちゃ楽しそうとイメージしてみましょう。興奮とワクワクでドキドキしてくるはずです。恋愛でも同じようなことが言えます。好きな人に告白する前に、彼に嫌われたらどうしよう。でもひょっとしたら彼は私のことをすごく好きになってくれるかもしれないという気持ちが錯綜します。仕事のプロジェクトに対しても同じ感情が出てきます。このプロジェクトがうまくいかなかったらどうしよう。でもうまくいったら自分はどうなっちゃうのかな。ああ怖い。ここにとても大きな人生の岐路があるのです。不安を感じたらひっくり返せばいいのです。練習を続けていくうちに、すべての不安をワクワクに変えることができるようになります。不安を感じたら、その裏にワクワクがあるかどうかチェックしてみましょう。このように不安をワクワクに変える技術さえ身につけられれば、すべてのエネルギーを上手に使えるようになります。すごい発想だなって思いましたね。さすが本田健さんだなって思いました。はい。あ、そう、ツイート来てますね。いずれにしても普段言えない母親に産んでくれてありがとうと伝えたいですか。感動するな。はい、ぜひお母さんに伝えてあげてくださいね。とても温かい心を持ったね方なんですね。ブチ選手さん、どうもありがとうございます。はい、では続いていきます。大好きなことをやっている人をメンターにする。自分が大好きなことを発見して、その分野で勝負していくためには、すでに大好きなことをして成功している人をメンターにすることです。メンターとは、人生を導いてくれる恩師という意味です。私が初めてそういうメンターに出会ったのは17歳の時でした。その時メンターの重要性が分かったので、それから本格的にメンターを探し始めました。そしてついに20歳の時、寝食を共にするメンターと出会うことができたのです。その人はミュージシャンでした。特別に有名人でもないし、大金持ちではありませんが、本当に好きなことをやっていて楽しそうな生き方をしていました。全国にファンがいて、みんなが大喜びしてくれる。アルバムが何十万枚と売れたわけではないけれど、人の心に響く、とても素晴らしいコンサートをするのです。私はその人の通訳をやり、翻訳のお手伝いをしていました。好きなことをやっている幸せ感をごく身近で感じさせてもらえたのはとてもラッキーでした。幸せなメンターと会っていると、自分もあんな感じで人に喜んでもらえることをやりたい、楽しいことをやりたいという感覚になるのではないかと思います。その後私はいろんなメンターに出会ってきましたが、その時々でいい影響をたくさんもらいました。大好きなことをやっていながらも自然体で生きている人たちと出会うと、やはり人生観が変わります。そういう人たちと出会うたびに、自分にとって好きなことって何だろうと考えるようになりました。そして同時に、何をやりたいかは分からなくても好きなことをやって生きていきたいと強く考えるようになりました。憧れる人はあなたに前へ進むエネルギーを与えてくれます。そうですね、本当に。で、私にとってのメンターはいろいろね、いろんな方いますけれども、本を通してしかまだね、心の、メンターをしてくださるのは本当に本田健さんもその中のね一人ですね。とても感謝しています。ありがとうございます。そう、皆さんもね、大好きなことをやりたかったらね、大好きなことをやってる人をメンターにするっていうこともおすすめします。はい、では続いて、大好きなことをお金に変える方法を学ぶ。好きなことをやってどう食べていくのかといったこともメンターから学べることの一つです。
大好きなことを形にしていくのは一つの技術です。プロの世界では技術は盗めと言われています。ですから大好きなことを仕事にして成功しているメンターからその技を学び取るのはとても大事なことなのです。人前で話すのが好きだという才能もどう形にするのかで全然違ってきます。例えば結婚式の司会者という道もあるし、セミナー講師という生き方だってあるでしょう。同じ才能を使って何通りもの仕事を考える癖をつけておくことです。ピアノが大好きだと言っても、コンサートをやったり、CD を作ることで生活が成り立つのは、ほんの一握りの人たちです。でも、演奏という形にこだわるから難しいわけで、いろんな形を考えてみればいいのです。例えば、ピアノの先生になるというのは、ものを教える形です。ここでは、月謝をもらうというビジネスモデルをとっているわけです。どんな分野でも大好きなことをやって生活することはできます。でもその方法を知らなければやっぱり生活するのは難しいと考えて全然好きでもない仕事をやることになってしまいます。メンターからどうやって自分の才能をお金に変えてきたのか、その歴史を聞くだけでも勇気をもらえるのではないでしょうか。毎日大好きなことができたとしても、お金をもらわなければ趣味の世界の住人に過ぎません。そうするといつまで経ってもとことんそれにはまることができないのです。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。ね、好きなことをやるためにね、いろいろ考えて不安になって、あ、やっぱりダメなんじゃないかなって思うかもしれないんですけど、本田健さんのこの本を読めば、なんか私もあ、ひょっとしたらできるってね、思う気持ちになれたので、この本をぜひおすすめしたいですね。はい、皆さんのやりたいっていうエネルギーをプラスに変えて、自分自身そして周りの人たちを、元気に笑顔に、していけたらいいなって思っております。私も応援してますので、皆さん一人一人ぜひ好きなことを実践していきましょう。では今日はこの本は最後になります。皆さんありがとうございます。来週はまた新しい本をご紹介したいと思いますので、またぜひ聞いてください。それでは、本日の、ポジティブになれる曲をお届けしたいと思います。葉加瀬太郎さんで情熱大陸です。なんか元気そうで良かったです。この間忙しかったんですかね。今お仕事中なのかな、あ、休み中なのかな、はい、パチプロに会って稼ぐ方法を伝授してもらわなあかんなって真面目に考えた方がいいですよ、はい、それから、あ、そうなんだ、ヘビースモーカーなんだ。うわ、体に気をつけてくださいね。ね、タバコ好きもいいですけど。あ、今日は休みなんですね。そっかそっか。ゆっくり休んでください。今日は何をして好きなこと、なんか何をして過ごしますか。好きなことをして過ごしますか。何やるんだろう。すごいよね。あ、そう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 、個人的なお知らせなんですけれども、今週の8月12日、土曜日午後1時から、おもろ町の桜カフェっていうところで、昼の読書会をします。ぜひ興味のある方は、交流会を一緒にしませんかということでお待ちしておりますので、ぜひ来てください。はい、あ、でブルギアさん、
今日は好きな愛車に乗って伊勢志摩ドライブしてきましたよ。もうドライブしてきたんだ。早いな、いいな。だから気分がいいんですね。ご機嫌良さそう。伊勢志摩行ったことないな。修学旅行。とても綺麗なところですね。とても修学旅行。修学旅行で行ったそうです。スタッフをされてるゆきさんが行ったそうです。すごい奇遇です。伊勢志摩って三重、三重。水族館とか。地引き網とか。地引なんか仕掛けといて網をこうなんか浜からこうずっと上げていくとなんか貝とか魚とか楽しそう、うん、そうなんだ。じゃあ今日はドライブをしてこれから何するんでしょうね。今あ、鳥羽水族館もありますよね、うん、あ、そうなんですね。いやでも嬉しいな、なんかドライブしてきた後になんかね、私のラジオも聞いてくれてありがとうございます。で、ブチ選手さんはどこから聞いてるんですかね。沖縄の方かな。どの県から聞いてらっしゃるんでしょうか。他の方々も今日はどこから聞いてますかね。あ、そっか、夏休みもあって聞ける人もいるのかもしれない。そっか、ありがとうございます。皆さんの好きなことは何でしょうね。なんかよかったらぜひあのツイートとか、ね、コメントをよろしくお願いします。で、博士太郎さんの曲何分までありますか。あと1分弱。あ、あと1分弱、うん、そう、今日はあの歌詞のない音楽をちょっとかけようかなと思って、そしてちょっとポジティブになれる曲、何があるかなと思ったら、なんか頭の中で情熱大陸って出てきたのでかけてみました。ブルガリさん、今日は姉さんの枠来ないと平日仕事多くてなかなか来れまへんやろこれ三重弁なのかな、何弁なんだろう。あ、そっか、そう、平日のお仕事もお疲れ様で、とにかくね、もう体に気をつけて、ね、やりたいことどんどんやってください、ね、さん。今日は姉さんの平日仕事をなかなか取れます、ね、介護の仕事なんだ。すごいな、介護の仕事やもんで精神的に疲れる。いや、お疲れ様です。優しい、きっと優しい心の持ち主なんだろうね。お病前です。はい、さて、そろそろエンディングが近づいてきました、シノの自分を高めるブックセラピーですが、お聞きの皆様いかがでしたでしょうか。今日もね、ツイートをくださったあのブルガリさん、ジェンさんもありがとうございます。お仕事、介護、ね、介護のお仕事されてるっていうことで、いつもお疲れ様です。はい、で、今日あのおすすめしたいことは、そんな疲れたあなたたちに、あなたたちにってあのリスナーの皆さんに、ご紹介したい夏バテにいい、料理を紹介したいと思います。インターネットで探してあの作ってみたんですけど、すごくシンプルで美味しかったので紹介したいと思います。鮭と、野菜の蒸し料理ですね。塩鮭と、キャベツ、玉ねぎ、人参、しめじ、ポン酢と、あとね、フライパンがあれば十分に作れます。
キャベツと、玉ねぎ、あ、ごめんなさい、人参、しめじを、一口サイズに、カットしまして、で玉ねぎは千切りにして、でフライパンに油を敷いて、その上に野菜を全部敷きます。そしてその上に、一口サイズに切った、塩酒を乗せて、でその上にポン酢を回してかけて、その後は弱火で10分から15分くらい蒸して焼くだけです。これだけでシンプルで、とてもね、ビタミン C もね、入っているポン酢ですのでね、ビタミンも、そしてお野菜もいただけますので、タンパク質の塩酒もいただけますので、ぜひ夏バテにこの時期に調理して食べてみてください。はい、はい、本日は以上です。来週もまた、皆さんとお会いしたいと思います。また、来週も同じ時間にお会いしましょう。さようなら。